ちょっと最近 Twitter とか Instagram の偽アカウントが現金配りますよっていう被害というか、はい、多くて、それがまあ良くも悪くもそこからさらにまた偽アカ増えちゃって、はい、どうも皆さんこんにちは。原宿民度低い、お願いします、ヒカルです。よろしくお願いします。今日すいません、ヒカルさん、はい、ちょっと緊急配信みたいな感じになってると思うんですけど、はい、ちょっと最近 Twitter とか Instagram の偽アカウントが現金配りますよっていう被害というか、はい、多くて、ヒカルさんも結構以前あって、はい、まあ動画に今もめちゃくちゃ多いです、僕裏でちょっとね聞いて事件になったやつあったじゃないですか、はいはいはい、で僕も最近だと動画にしたんですけど、偽アカの人が DM でもう何人か僕言った時に謝ってきて閉じます、はいはいはい、閉じてくれた中で一緒にあったりとかあったんですけど、はい、それがまあ良くも悪くもそこからさらにまた偽アカ増えちゃって、はいはい、本当に民度低い人間がそれで会えるとかそれで DM で絡めると思ってわざと作ってるってもいて、なんか止めようがないぐらい多いというか、そうなんですよ、数も把握しきれないぐらい多いんですよ、ちっちゃいので合わせて、はい、今日ちょっとそれについてちょっと動画で言及したいなと思って、そもそもやっぱ偽物を本物だと信じてる人がいるっていうのがまず一個問題だと思うんですよ、一番大きな、まあそうですね、それもあります、ね、それがやっぱ結局被害を生むんで、何が目的か僕も詳しく分かんないですけど、その偽アカウントの目的が、はい、多分情報を取ってると思うんですよ、まあその可能性ありますね。最終的には自分のそのアカウントの数字だけ大きくして名前戻して、それでその数字を保ったまま何かしら仕事をしようとしてる可能性もあるんですよね。まあそうですね、結構な数騙されてると思うんですよね、その偽アカを信じちゃってる人多いんですよ、ね、めっちゃ多いんですよ。ツイッターとかで歓喜するんですよ、絶対しませんっていうのをするんですけど、はい、それも届いてないというか、あれ不思議なのが、僕のツイッターで偽物ですよ、そういうのやってないですよ、本物はインスタの公式のマークがついてるところでつぶやきますからって、僕のツイッターで言ってるそこのツイッターに DM であれって偽物なんですかってくるんですよ。あ、そうそうそう、めっちゃあれ謎じゃないですか。そうなんです、最後確認みたいな、ね、謎なんです、それ謎じゃないですかね、だから見てないんですよ、その僕のつぶやきすら見てないんでしょ、見てないんでしょうね、謎なんですよあれ、ほんまにそれめっちゃ来ますよ、本当に恐ろしい数来ますよ。ヒガルさんの件でも来るし、逆も近いでしょ。あ、もちろんそうですね、ラファエルさんの件ですけど、あれってどうなんですかとか、はい、あれがよくわかんなくて、一人なんかラファエル信者っていうやつがめっちゃ面白いって言いまして僕はみたいな、ラファエルさんを守りたいと思っています、はいはいはい、こんな僕が見つけたのがこのツイッターアカウントですって言って僕の偽物を見つけたらしくですよね、その正義があふれるラファエル信者が、はいはいはい、僕はこれにとても怒っています、どうしたらいいでしょうかって僕に相談来ましためっちゃ真面目な人、ヒカルさんのめっちゃ真面目な人、あの人そうです、昔から、はい、結構いろいろやってくれてて、とんでもなく真面目な人、カンボジアに僕が井戸作ってるもカンボジアにブランティ行くとか、そんなレベルです、すごっ、そんなレベルで公認の偽物の方っていういらっしゃるんですよ、はいはいはい、僕これでちょっと思ったんですけど、まあ騙される人が悪いっていうのもまあちょっとそこもあるんですけど、はい、まあ、それちょっと方向性も違うんで、根本的にやっぱその騙してる側じゃないですか、はいはい、前から、はい、あの偽物ってずっといたんで、はい、ロゴあるじゃないですか、ラファエルのロゴと、あと名前もそうなんですけど、はい、商標とロゴかなと前から動いてて、はいはい、リアルに1年越しぐらいにやっと取れたんですよ。ああ、そうなんですね。だからよくマークで R ってついてるのよくないですか、服で。ああ、あります、ね。あれ、商標取ってますよって意味なんですよ。はいはいはい、はい。MT が今申請中ですよなんですよ。へ、で、何もなかったら何もなかったら別にいいんですけど、取ってるからいじんなよっては注意喚起がされてる。なるほど。で、取ったやつで僕インスタとか Twitter とかのアイコン書いたんで、はい、これからはそれ、もちろん詐欺っていうかその騙してなんか情報取ってる、その時点でも何でもできるんですけど、はいはい、IP 特定してうんぬんできるんですけど、もう目で見て分かるようにそれ使ったらもうダメっていう。僕は一人追い込みましたけどね。あ、そう、なんか言ってましたね、それ。はい、徹底的に行きましたね、一人。それ、どうなったんですか、最初。示談ですか。最初も向こうが無事で示談を求めてきたんですけど、そうなりますよね。はい、無視しましたね。ただいだったんですか、本気。まあ、そうですね、ただいきましたね。え、それ、結局、年何歳なんですか、ガキでしょ。いや、でも案外ね、なんか年いってる人で。へ、なんかもう目的、僕、その人が来た時は、DM の送れるようになるんです、フォローされた。はい、はい。それが目的だったみたいな。やっぱビジネスでしたね、その人の場合は。そうですよね。まあ、他の人は分かんないのもあるんですけど、僕結構裏で一応動いてて、まあ、あんま表では言ってないですけど、裏で動いてて、まあ、時間はかかるんですけど、結局特定はできちゃうんで。まあ、そうですね、はい、最終的に訴えて、探してもらって、特定してから、どこもだってどこも、ソフトバンクのソフトバンクに IP の開示請求して、開示してもらったらもう分かりますからね。ですね。どこで配信してるとか全部分かりますもんね。だから、まあちょっとこの動画で、まあ、ラファさんのチャンネルだと思うんですけど、はい、まあ、できる限りこれが拡散されて、多くの人に広がると嬉しいんですけど、そうなんですよ。まあ、とにかく偽アカウントを信じないというか、はい、僕たちプレゼント企画する場合はおそらく YouTube で言うと思うんですよね。そうです。それとかあとまあ公式マークのちょっとインスタですね、インスタグラムとかやると思うんで、そこをまず信用してほしいっていうのが1個。そうですね。とまあ、 あの偽アカ作る人はどうなってもいい覚悟を持って作るっていうこと、はいはい、僕ら言っても経済力もあるんで、まあ、逆にネタにしていきますから、こういうの。確かに。ネタにしてこれで風稼ぎながら弁護士とかの費用とか賄ったりもできるんでもう僕そこへ行こうかなと思ってるんですよ。
まあ、なんていうの、YouTuber なんで、そこすらもネタにしていったろうかなと思って、ネタにしながら、誰か晒し上げたろうかなと思って、確かに。リアルに、僕、本当に、ちょっと度が過ぎてるなってやつ見せたら、本当にもう、晒し上げるんで、YouTube 上で。ありですね。はい。で、そういうレベル感なんで、そういうリスクがあるってことを、やってる人も理解してほしいなっていうのがあります、この動画を見てね。弁護士費用なんか、言うて100部ぐらいですからね。はい。あと、そこから出た分、成果報酬なんで、はい。まあ、実際僕もそれ動いてる部分あったんですけど、結局なんか謝ってくるのがあった、そこに止まったと、止めたっていうのがあったんですけど、まあ、結構ぶっちゃけはした金じゃないですか、それ。はい。はした金で時短だったらトントンか、まあ、まあ、特定できないこともあるかもしれないですけど、はいはい。まあ、結構動けるんで、そのぐらいの金払えちゃうんで、普通に。まあ、どんどん、そうですね。まあ、そうですね。動画にして。はい。結局なんか実被害があれば、やることができるんで、はい。要は僕は結構、水面下で全部スクショ撮ってるんですよ。要は、偽アカウントが出てきましたって、その偽アカウントに騙されましたってゲームが僕の方に来るんですよ。はい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 。それを全部スクショ撮ってるんですよ。へぇー。そういうのを持っとくと、まあ、あと結局便利なんで。確かに。そういう風に徹底してますよ、その辺は。その DM のスクショとか見せてもらってるんですね。そうです、そうです。そうですね。そうです。この間だったら Yahoo ニュースに転載されてるんで、現代ビジネスさんがなんか、はいはいはい。が、ZOZO タウンの人とかが金配ってる件に関して、はい、最近 YouTuber ではラファエルもやってるようなことを書いてたんですけど、やってへんと。でもあれでもやばいでしょ、やばいじゃないですか、それヤフーニュースになってるんですよ、騙されちゃってるんですよね、やばくないですか。まあね、僕も1日多分 DM 今僕開放してないですけど、最近ちょっとやめたんですよ、開放するの、はい、開放した時100人ぐらいが来てましたよ、結構来ますよ、僕も言うて何十人来ます、めちゃくちゃ来てます、3、40分も来ますよ、言うてめちゃくちゃですよ、だってリツイートとかもほど回ってるんで、そうですよね、しかも何人もいるでしょ、あれそうです、何人もいて、しかも、もうこのね、ほっとこうかなと思った、1万人以下とかのやつが、リツイート回って、気づいたら10万人ぐらいになってるんですよ、そいつが。やってるんですよ、それが。これは、なんかを得たら、一回名前を戻して、またやるんですよ。それがね、なんか絶対なんか情報がなんか抜いてるんで。とにかく本当にもう信じないってことを、まず、この視聴者の皆さんには伝えたいっていうことね。やってない、やってないって。やらないですからね、僕ら。やるとしても、ちゃんと YouTube で言うとか、まあ、何かしら、まあまあまあ。一番最初ってスキーム的に、YouTube での動画が先じゃないですか。はい、で、この動画が上がりましたよ、リツイートしてねっていうのが Twitter が次じゃないですか。はい、YouTube と同時刻でインスタじゃないですか、はい、なんでこっち先とかこっちだけって過去にないでしょ、ないっす、多分ないっすよね、あとあ大体案件絡んだりするんで物のプレゼントって多いですけど、でも現金とかやらないですよね、まあ、だからそれを信じた人がいて、被害あった時に、僕たちに騙されたと思われることが一番困るんですよね。そう、それめっちゃ嫌ですね。簡単に言うと。それがめんどくさいというか。確かに。キャラさんが今、水面下でやってるやつも、だから、多分、ここやってるのは、ここもやってるんですよ。はい、はい。多分同じやつなんですよ。まあまあそうですよね。アカウント2個持ってて。はい。なんで、それはどんどんこの動画で走って。勝手になんか AA になったりするんですよ、僕。例えば、なんか3億配りますって。これすげえな。好感度落ちるんじゃなくて、逆にヒカルすげえなっていう。そうそうそう。で、なんか DM で、ヒカルさん本当に3億円配ってくれるなんてありがたいですね。それもあるんです。そんなん言われても困るじゃないですか、こっち配ってないのに。でもそんなん一人一人返事できないんで、いや、そうなんですよ。いや、配ってないですよ、でもいいのめんどくさいんで、何人もいるんで。困るんですよ、だから本当に。困る。困るんですよ、本当に。なんか、勘違いされて。どっちにしろね、それ別にそれ欲しいわけじゃないです。気持ちいいわけじゃないですから。困りますけどね、それ言われると僕らも。めちゃくちゃめんどくさいんですよ、だから。で、僕たちとしても、いちいち裁判したりとかってめんどくさいわけじゃないですか。まあ、ぶっちゃけ手間かかるんで、したくないわけですよ。はい、ただ、せざるを得ないときはしますよっていう、もうそれ仕方ないかなと思ってて。だから、ほんまに動画で晒していくっていうのを、まず第一号作りましょう。僕、ちょっとこの間モザイクかけちゃったんで、はいはいはい、はい。時短でいい感じで終わらせちゃったんですよ。そう、金も取らずに。確かに、次、だから、いたとしたら、勝手に全部出して、あのこっちが法に触れない範囲で。もっと言うと、僕ら別に法に触れちゃってもダメですけど、そこでお金取られても知れてるんで、行ってこいじゃないですか。そんなに1000万とか取れないんで、はい、そのぐらいの、なんか別に考えっていうか、お金に対してはそのぐらい取られてもいいわと思ってるんで、やられたことそのまま出してもいいですよね。まあ、確かに。ワンチャン。はい。何ですよね。それのバズりそうっすね。まあ、バズりそう。まあ、結局バズった方が注意喚起にもなるんですよ、僕らの動画が。だこの動画の再生数が小さければ小さいほど注意喚起が効果が弱いってなるんで、確かに確かに確かに。これがバズればバズるほど、どんどん注意喚起になるんで、あ、偽物なんやって気づく人が出てくるわけなんで。はい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 、だから拡散とかね、していただけるとね、助かりますね。追っていくも面白いですよね。弁護士と相談行くん動画で、今ここまで来た、はい、もう何々県、埼玉県のどうも、どこの子の住所で、はい、どこの子の、なんとかっていう会社の位置の住所からどうもパソコン使ってやってるのと、それもおもろいですね。なんか俺だからほんまになんか大きな詐欺グループみたいなのやってるんだと思いますけどね、はい、僕は。個人ね、ネグラのやつやってるんですけどね、僕。個人なんですかね、あれ。まあ、僕の方は、この間だってそうやったんですよ。普通の大学生かなんかで、はい、普通に、まあ、承認欲求系でした、ね。本当かどうか最初わかんなかったです。DM 見たらそんな感じでした、ね。まあ、本当は裏誘ってはどこに繋がってるか分かんないですからね。情報被害被害って僕ら言ってるんですけど、騙される云々だけじゃなくて、最初当たりましたよって、情報だけ取られて送りますって、全てです、個人情報。取られて、そこが初めて被害じゃないですか。で、もちろん何も商品ないっていう。その情報がめっちゃ高く売れるんで、そこの1個の家計の全ての情報じゃないですか、それが結構高く売れるんで、それを多分吸い取られてる、それが被害って言ってるんですよ。でそれが100名様当たります、漏れなく100名は多分騙されてるとか吸い取られてるんで、情報これ1000人とかでえぐじゃないですか、そこは怖いですよ、ね、まあ、だから気をつけてください、とにかく若い方、とにかくね、大人でもまあ騙されてる人多いんでね、多いっすよ、多いっすよね、まあ、だから、うん、みんながリツイートしてるから本物だって思うっていう対処心理でしょうね、あれ。この間だって僕ネオちゃんのマネージャーにあれってどうなったんですかって言われましたね、こいつどっついたのかなと思いましたよ、ね
ネオちゃんのマネージャーにそれ言われましたもんね。いや信じてる人ほんと信じてるんですよ。まあ、だどうすりゃいいんですかね、あれ。難しくないですか、まあ、完全に防ぎ切るって無理です、これは。うん、確かに確かに。はい、だから、ある程度呼びかけていくことでしかないんじゃないかな、定期的に。だから呼びかけたら3日後とか2日後にどうなんですかって聞かれるから鬱陶しいんですよね。いや、そうなんですよ。もう見てくれみたいな。見てへんねやと。見てくれよみたいな感じです、こっちとしても。あとその手の DM 返せないんで、僕ら偽物ですみたいな。そんな返してられないですよ。いや、そんな件数返せないですマジで。そもそも DM 開かないんで、中にあの絡みも結構うざいですよね。めっちゃきついっすね。ほんまにプレゼンキャップやっててもそこまで俺らのことにわかやったら当てたくないですよね。まあね、リアルに、まあ、だからちょっとね、皆さんも注意して、そういう甘い話には何か裏があるんじゃないかって思ってやった方がいいかなと思います。実際プレゼンキャップやってる人やってると思うんですけど、よくわかんない人がやってるやつ大体多分違うかなと思います。まあ、まあ、多分違うっすね。もともと僕らがプレゼンの時は昔やってましたからね、実際に。まあね、現金じゃないですけど、はい、ツイッターがもう今公式って付与しないんですって、あんまり向こうから来るんですって。こっちから申請うんぬんってないんですって、基本。だからツイッター公式ついてましたけど、もうついてないですか。ついてないのは痛くないですか。まあ、まあ関係あるんですかね、結局。多少は被害減ると思うんですよ。ああ、そうですね。多少はついてるっていうことを大体に発表したら、ついてへん方なんですね。なんというか、そのサブアカとか言って言い回しがあるでしょ。そうですね。サブまでってつかないでしょ。そうですね。結局だからどこまで行ってもらうかなと思います。そもそもそんなとこちゃんと見れるやつ、そもそも騙されはい、食べれませんって読めるやつは食べへんもんな、はいはい、あんなとこ書いても意味ないね。そうです、だからあれ読まれへんやつが食うから、はい、そうです、そうです、これね、だからあんま関係ないんじゃないかっていう説ありますね。だからほんまにみんなが何度もこうやって言っていくことで、ああそうなんやって気づく人がちょっとずつ増えていくみたいな、そういうレベル感なんかなっていう。あとまあ多分ね、中には嘘やと思っててもとりあえずリツイートしとこうみたいな人多いと思うんですよ。別に多分ツイッターのアカウントもみんな個人情報渡すじゃなくて、ステアカみたいなのもいるでしょ。いますいや、ステアカやから別にとりあえずワンクリックだけやったら乗っとこうかなみたいな、とりあえず乗っといてこれでワンチャン当たったら儲けもんやなみたいな、俺多分その感覚だと思うんですよ、ほとんどの人。なるほど。だから減らないと思うんですね。実被害がないんやったらいいんですけど、でもまあそうか、そいつが当選発表が来たら被害者になるわけですから、その辺も分かんないですね。だから多分軽い気持ちで、まあ、とりあえずだからプレゼント企画っていうので多分ツイッターで検索して、うん、上から片っ端から一度してるとか、そういう人もいるか、そういうやつもいるかもしれないですね。検証に応募してるような、あ、そうそうそう、そんな感覚だと思ってます。だから、まあ、そういう人結構多いんじゃないかなって。もうみんな知ってはいるんですけど、多分どうせ嘘やろうなと思いながらも、うん、ただやっぱり一応でも結局当たったと思ったら舞い上がっちゃって、もう自分忘れちゃうんでしょうね。一応かなみたいな、そういう感じなんちゃうかなと思います。確かにな。定期的に動画で配信していきます。もう今日みたいな中身ないというか、特にね、面白いことがあるわけじゃないですけど、定期的に配信していくことに意味があるんで、お知らせというか、サブだとどうしても弱いんですよね、こういうの。まあそうですね。困りますもんね、本当に。そうなんですよ。かなり。まあそういう感じで、ちょっと動画長くなっちゃいましたけど、今後は偽物は注意してもらって、僕らプレゼント企画やるときは必ず YouTube でやってるんで、Twitter だけで回ってる場合はもうどっちか覗いてもらえれば、本当こそこ分かるはずなんで、ちょっと注意していただければと思います。まあ有名税みたいなもんなんかもしれないですけど、まあまあ、いや、僕らにそんなに被害ないんですよね。僕らにめちゃくちゃ多くの被害今のところないです。そうなんですよ。まあ、それがなんか、例えば1万人が光の前に騙されたって言い出したらそれは被害かもしれないです。僕らまだ言ってないんで、そこまで、うん、あとあれですね、それで言うとそのプレゼント企画じゃなくて嘘っていうので言うと、とにかくツイッターとかインスタとか YouTube 全部絡めて発表するはずなんで、ただイベントやってるとか嘘つかれ出したら結構エグないですか。あー、イベントね、その嘘、ただのいたずらの嘘。はい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 、確かに。だからそういうのもツイッターだけの場合もほぼ嘘なんで、あ、そうですね、その嘘1体でしょ。はい、ヒカルさんここでイベントやってます、今度いついつやります、ヒカルさんの偽物の、まあヒカルさん90万フォロワーいるんで、はいはいはい、まあ偽物ってなかなか難しいですけど、まあ確かに、そいつらの得はないかもしれないですけど、まあ、そこでもしお金取っちゃったら大きな犯罪になりますからね。なります、まあ、はい、それはもう一発でアウトなんで、もう一発アウトですね、はい、でも多分そこをやらないギリギリスレスレをやってると思うんですよ、できる限り。なかなか罪になりづらいようなことをやってると思うんですね。本当に実被害出ちゃったら完全アウトなんで、はい、必ず全ての SNS をちょっとチェックしてもらって、あと本物って本物にフォローされてますもんね。まあ、そうそのフォローしないですもんね。はい、それはもちろんそうです。なんで僕のフォローされてるところの欄見たら、ヒカルさんをあなたがフォローしてればすぐ1万円ヒカルさん出てきますよね。出てきます。とか、あとヒカルさんとリップのやり取り、まあ昔やってましたよね、はい、リップやり取り返そうってここで、はいはいはい、今度騙されにくいやろ、はい、っていうのやってましたもんね、はい、一回ね。とかまあいろいろやっていくんで、今後もねちょっと注目してみてもらえればと思います。そんな感じで、はい、今日はもういいですか。マイスさん呼びますか、一回最後締めの前ですね。ちょっと真面目な動画になっちゃったんで、最後マイスさん思いっきりズル向けぐらい滑ってもらって、最後もう髪の毛半分なくなるぐらい滑ってもらって、はい、誕生日プレゼントありがとうございました。もう俺はこれで締めます。